この。え？今片山さんシャワー入ってるでしょ。入ってる。どうした？あのさ、うん、じゃあこれから片山さんの荷物チェックやるじゃん。あ、だから置いてんだこれ。そうそうそう。ちょこちょこ声ちっちゃくして。あのさ、ちょっと日頃俺結構いじられてるじゃん。ごめんね。いやいやいいんだけど、いいんだけど、ちょっとドッキリっていうかいたずらしない。ちょっと。俺さすがに俺ちょっとさ、だって俺だって柳川早稲田代々木に全部一緒だよ。これちょっとさすがに今後はあるかきっちりは。じゃあ本当にちょっとでいい。そんなやろうとしちゃってるんですね今。ちょっといやいや本当になんかない。仕込み？何仕込み？うん、いやちょっとなんか。はい。まあ俺にやめえからあの人。実は一番甘い俺に。確かによく一緒にいますもんね。いいちょっとなんか。パンツシリーズ好きだっけ？パンツ出す。あとで絶対出す。うんこつける？何する？いやね、破っちゃう、これ破っちゃった。どうやめていく。しかもさ、バッグの中あるってことはさ、試合で使うでしょ。これも昨日はさっき明日の準備してた。でしょ。どうするそれ試合で使うってのは。それはすごい面白くて。じゃあ行こう。これ手でパンツからちきるな。ちょっとでもさ、ハサミは絶対入ってるんですよ。ちょっとケツ行こうか。ちょろっとだ。ちょろっと開けて、だってそこ本当大丈夫。そケツ？縦の方がいい。ちょっと怖い。怖い。一発。ちょっと頼むよ。何が違うだろうな。頼むよ。いった。やっちゃったよ。俺だって柳川早稲田代々木全部一緒だよ。うん、俺ちょっとさすがに今後はあるかきっちりは。やっちゃったよ。出せ。開いた。ちょっと、もうちょい。あ、やばい。開いた。うわぁ。ちょっと見せなかった。これめっちゃリアルだね。あ、なんか自然に破けたかも。結構でかいぞ。まあ、ハサミじゃない部分は自然っぽさある。これめっちゃ焦るでしょ。え？これめっちゃ焦る。待って。対談じゃないですけど。いや、いいじゃないですか。なんかインスタとかあるじゃないですか。ちょっとまあ、なんか対談系の適当に撮ってました。今日片山さん撮影。あ、じゃあちょっと荷物チェック今から。早出てたの。そろそろ今日今。あ、じゃあ準備できてますか。あ、まあいいよ。なんか準備大丈夫ですか。でも僕らじゃあ。OK。じゃあからお願いします。よいしょ。オープニング、まあいいか。座って。あ、はい、大丈夫、座って。待って。小倉と二人で。俺と二人で。かいちくんの動画見てもらいました。見ました。パンツ系がこれなんですけど、うん、ちょっと今日は片山さんの。俺のうんこつきパンツ。いや、うんこつきパンツいらないです。パンツ、うんこつきパンツじゃないと思うんですけど、ちょっとせっかくなんで。パンツ？いや、パンツは大丈夫です。パンツは大丈夫ですけど、荷物チェックを。まあ、チェックというかどんなものを持ち運んでるのか試合期間中っていうのを見ていこうかなっていう企画で。夢と希望以外入ってないよ。マジですか。いやそれでいっぱいいっぱいですね。夢と希望でいっぱいいっぱい。いいっすね。いやさすがっす、まあ、夢と希望ちょっと見させてください。見たいっす。よろしくお願いします。じゃあ最初はラケット。ああいいっすね。ちなみにガットとテンションぐらい教えてもらってもいいですか。ガットはね、はい、縦がタッチ V です。ここが、はい、RPM ラフ。ある、ちなみにテンションはハイテンション。いや違う、ガットのラームじゃないです。ラームじゃない。いや普通に肩だから。いや何ポンドとかが知りたいです。
いつもだいたい60って言ってる、はい、あ、でもその辺なん意外と固めなんですね。バリ方でしょ。確かにそう言われてたバリ方ですけど、だって硬い方がかっこいいじゃん。いや、それ周りからわかんないです。本当？周りから。で、ちょっと他にもどっから行こうかな。この辺とかなんですか？あれ、俺のグリップセット。あ、グリップですか。そう。なるほど。ハサミとか。はい。結構貴重面じゃないですか。綺麗好きですか？あ、綺麗な人は好き。違う、タイプじゃないです。いや、可愛い綺麗とかじゃなくて、綺麗好きかどうか、掃除とかそういうあの身の回り。次は、え、これなんですか？サングラス10本セット。サングラス10本セット。なんで？なんで？いろいろあるじゃん、場面がいっぱい あるわけじゃん。本当どういうことですか。え、これ今全部ですか。これ全部。テニスコート以外とテニスコートの2つぐらいしか思いつかないんですけど。甘い甘い。細かく曇り用とか。ああ、天気で。そう。ああ、なるほど。雨用とか。雨なんかでも何するんですか。ワイパーついてる。ワイパーですか。え、ワイパーついてる。見たいけど、見たいけどあります。今ワイパーはね、ちょっとない。今ないですか。ワイパー動かなくなってさ、こっち見えないから。めっちゃおもろい。いや、シュー出して。あ、シュー出してです。あ、見たかった。でも、そのシュー出すのが、はい、車と同じ素材だからさ、あの部品だからさ。あ、そう、ちっちゃい版なんですね。シューした場所がビッグモーター。よりによってビッグモーター。よりによって一回壊さない。よりによってビッグモーターか。一回壊されますね。そう。うわ、悔しい。見たい。あ、面白い。ちなみに他大丈夫ですか。他何用が。はい、まあ一個ずつじゃ出して。あ、そうですね。これ曇り用ね。曇り用。はいはい。調光。紫外線に当たると、はい、だんだん黒くなっていく。あ、そういうのがあるんですね。これ調光。あ、出た、セルフジャッジ用じゃないですか、これ。どういうこと。え？どういうこと。いや、これすげえラインがくっきり見えるやつで。あ。人工芝とかに合うんですよね。ピンクのレンズだから芝系が結構見やすいの。で、ほらジョップほら多いじゃん、人工芝。はい。だからセルフジャッジを。はい。これセルフジャッジ。クリーンなジャッジで。そう。なるほど。でも、はい。やられたやり返す。いや、ダメです、ダメです。やられたやり返す。ダメです。ダメです。やるときやるからな。いやー、すごい。あ、これ普段用っていうか、はいはいはい。テニス用じゃないけど、はい、国体の応援用。国体の応援用も。国体の応援用。めっちゃ。確かにこれ相手にいたら嫌です。相手側にいたら僕嫌です。ファイパーみたいな。嫌です。結構プレッシャー。愛媛って感じ。確かに。国体の応援。そっからプレッシャーかけていくんですね。そうそうそう、これ年に1回のバーベキュー。バーベキューもったいな。年に1回なんですか。年に1回。ちょっとありすぎじゃないですか。これは、あ、黄色だ。これファーラン用。ファーラン用。ファーラン用。ファーラン用とかあるんですか。これファーラン。え、レアっすね、ファーランで片山さんと対戦できた人。あ、でもさっきとまた。これちょっと違うんだけど、はい、これは九州ジュニア用。九州ジュニア用。九州ジュニア観戦用。え、確かこれジュニアからしたら結構怖いっすよ。怖いっしょ。怖いっす。これでかけて試合見てるとさ、はい、抜かないからあいつは。いや、なるほど、緊張感を与える。こうやって見てると、はい、抜くの試合中に。それこうやって見てると、はい、抜かない。抜かないんだ。むしろ相手チームからクレーム来た、はい、え、クレームが。クレームあんなチャラチャラしたやつなんか似合わねえみたいな。本当に来たんすか。そんな本当に来た。マジっすか。言ってやったよ、はい、黙れって。黙れ。見た目通りじゃないですか、もう。え、あ、すいません、間違えました。間違えました。ラスト、あ、ラスト来ました。一番気に入ってる。俺一番気に入ってます。また渋い。おー、出た。あ、なんかうわー、いかつい。これっぽい。めっちゃかっこいいっす、はい、これかっこいいよね。かっこいいっす。これが最新らしい。あ、これ最新っすか。そう、最新用。最新用はないっす。最新用はないっす。最新用はないんです。これまだ決まってない。何用か。あ、何用か。これからっすね、うん、これ最近やった。最近やった。最近やった。もうこんだけ持ってたら契約とかしてた。昔はもらったけどね。あ、してたんですか。昔はね。あ、そうなんですね。だからその恩返しとして、はい、今買ってる。あ、うん、そういう精神大事っすよ、ね、大事っしょ。はい、なんかいいなのある。ちょっと見て。はい、じゃあなんか、え、これなんですか。あ、これ入浴剤。結構お風呂好きっすか。うん、でもこの間の遠征で、はい、入浴剤使おうと思って、はい、お風呂行ったので、はい、バスタブなかった。なんかどうしようかなと思って、はい、入浴剤体にこうか。いや、それダメっす。かぶれます、それ。かぶれます。危ないです、やめた方がいいです。はい、これとかいいよ。あ、それなんですか。SBC 様からいただいた。あ、最近
パッチ契約されてましたよね。パッチ契約って言わないですよ、そんな軽いもんじゃないか。あ、すいません、申し訳ないです。パートナーシップ契約、パートナーシップ契約でおめでとうございます。はい、あ、そうなんです、はい、SBC さんです、さすがです。ということでちょっと最後の方ですかね、真ん中じゃあ行っちゃっていいですか。真ん中いいよ。はい、え、何ですか、何なんすか、何すか、時計、時計、ここ何で、これなんで持ち歩いてんすか。あ、でも僕らそうか、アメリカだから知らないのか。え、知らない、なんか知らない、知らない、どういうことですか。いや、だからトップってさ、はい、テレビタッチだし、はい、アップとか、はい、これで時間かかるんだよ。え、嘘でしょ。これで、え、これでこれでなんかタイムリーみたいな感じで、で、はーいみたいな感じで自分でやってるんですか。え、この間、はい、ボールに一緒に立ってさ、結構間違って、2個目壊れちゃった。で、そっからさ、それ片付けてうちにタイムって言われた。アップできてた。バーンってなった瞬間に、コートレフェリーが他のコートから来て、どうしたんですかみたいな。いや、ちょっとみたいな。でもなんか、時間止めれませんみたいな。はい、で、あの、破片とかをさ、掃除したの。タイムって言われて。終わっちゃった。なんか日記ぐらいしかないしなくて終わった。だからなんかその衝撃にもちょっとなんか強いっぽい。あ、山梨のやつですね。山梨。クレードだ、クレード。クレードで。クレードやっちゃった。ハリとかいっぱいなんか。やべえみたいな。さすがさん、タイムって。え？掃除してアップで終わった。アップ終わったんですかみたいな。相手がかわいそうっすよ。じゃあ他は、そろそろ洋服系が多いですかね。じゃあちょっとどこ行こうかな、この辺とか、あれ来た、これの、これの来たよ、これそれはさ、黒、やっぱ、黒だ、やっぱ黒か、黒好き、いや、これ黒好きっていうか、はい、ユニクロのエアリズムのパンツが好きな、あ、いいんすか、テニス、テニスしやすいんすか、ちょっと、いい、サラサラ、何、ちょっと持ってください、いいっすね、いいっすね。準備してください、見せてください。見せてください。片山さん、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 待って、片山さん、片山さん、ちょっと待ってください。はたみてみるよ。これ絶対、ちょっと待って、ええ、ちょっと申し訳ないですけど、先輩としてなんか威厳が、片山さん、実はこれ小倉がなんか YouTube こっちの方が面白いからって、ちょっと待って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 飯ごちそうなしてるけど、なんか結構やられてるから、でもなんか取り返せてないみたいな、面白い、じゃあ、ちょ、待って、取り返せてないって、いや、ちょっと待って、いや、ちょ、もう、待って、いや、違う、本当に違います、ちょ、本当に違います、ちゃんと、ちゃんと正座しろって、いや、本当に違います、ちゃんとやれって、違います、どうする俺、明日試合のパンツ、これいや、本当に、違います、これ、あれ、いや、結構、いや、ちょ、待って、ほんとちゃいます、やれって言ってました、いや、だってさ、俺長、付き合い長いの、そんな言わないって、いや、ちょっと待ってよ、違います、ほんとにこれ多分やった方がいいです、片山さん、やっちゃった、ちょ、待ってください、ほんと、絶対やった方がいいです、ほんとにすいません、もうやばいよ、これこれやって、だって片山さん結構で勝負パンツは気にしますよね、うん、昔から、うん、いやまあでもおかしいと思ったんだ、こんなんなるはずないもん、だって、はい、確認したもん、畳むときに、はい、いや、ほんとすいません、いや、ちょっと待って、いやでも一瞬にやったら、これもやっちまいましょう、ちょっと待ってよ、これは、いや、ちょっと久々にやっちゃう、これ、ちょっと待って、ほんとすいません、あ、
ちょ待ってください。本当にお前マジでこれが何をかかった？じゃさっきのサングラスの、新しいやつですか？新しいやつ。何をですか？これお前殴る時用だ。じゃあ待った。え、ちょっと高田さん、撮影ありがとうございました。ちょっとエネルギー使ったね。いや、ちょっと面白かったですね、でも。よかった。いや、結構良かったです。面白かったな。結構面白かったです。いや、本当に。よかったね。はい。パンツ。いらないパンツあってよかった。本当っすね。いや、本当に結構あれで面白くなりました。ね。はい。また買わないと。ちょっとまたお願いします。はい。お願いします。